18から19の間に5キロ。19から20歳の間で5キロ増えましたね。女子母体重が。で、2年で10キロ増えましたからね。73キロで出てたのが20歳の時にはもう83キロで大会出てたんで、2年で本当に一回り二回りずつ大きくなった感じですかね。いや、もう土台もできましたし、その頃は本当に疑われましたね。それが嬉しくてしょうがなかったです。もうジムにいる大人連中にも、あいつは薬使ってるってみんなに言われて。まあでも僕にとってはそれが誇りでしたね。